俺は意識を失って倒れた。どれくらい時間が経っただろう。まぶた越しに気配を感じ、俺はゆっくりと目を開けた。すると目の前に先輩の大きなあれがあった。あ、気がついた？そう言ってミレイさんは心配そうに俺を見つめ、顔を寄せてきた。距離が近すぎて、俺は心臓が破裂しそうになる。あとのことは全部私がしてあげるから、心配しないで。俺の名前は山口亮太。とある食品会社で営業の仕事をしている。俺は高校生の頃に両親を亡くした。うちの家族は、俺と妹のゆかり、両親の4人家族で、家は定食屋を営んでいた。だが、父がある日突然交通事故に遭い、帰らぬ人となってしまったのだ。父が亡くなった後、母は一人でその定食屋を続けていたが、父が亡くなったことへのストレス、仕事の過労で負担がかかっていたのだろう。体を壊してしまい、倒れてしまったのだ。そして、病院で精密検査を受けた時に、癌を患っていることが発覚し、治療の甲斐もなく亡くなってしまった。旦那がいなくなって無理してたもんな。かわいそうに。葬式の時に親戚の誰かが言っていたその言葉が今でも記憶に残っている。当時父が亡くなってから俺も妹も店の手伝いはしていたが、母は大丈夫だからあなたたちはしっかり勉強しなさいと俺たちのことばかり気にかけていた。母がどれだけ無理をしていたかに気づけなかったことを俺はずっと後悔していた。でもくよくよしている暇なんてなかった。俺には残された10歳年下の妹がいるのだ。兄として俺が妹を育てていかなくてはならないのだ。母が亡くなるまでは大学への進学を考えていたが、俺は高校を卒業と同時に働くことにした。正直なところ、本当は両親の定食屋を継ぎたいという気持ちはあった。だが俺は手伝い程度しか働いたことがなく、店の経営なんてものをすることは不可能だった。とても悔やんだが、俺は両親の店を畳むことにし、そして今働いているこの会社に就職したのだ。入社して2年が経った。俺は仕事と妹の世話を両立する日々が続いていた。平日は時間ギリギリまで残業し、家に帰ってからは料理や家事をこなす。土日は休日出勤することもあれば、妹の学校の行事があれば必ず参加するようにしていた。両親がいないからといって妹に寂しい思いはさせたくない。そんな生活を2年続けて慣れてきたと思っていたが、実際は疲労と寝不足が蓄積されてきてしまったのだろう。めまいや頭痛を頻繁に起こすようになってしまった。このままではダメかもしれない。そんな不安から同僚たちに仕事を変えようかと相談したこともあったが、もう辞めんのか？まだ入社して2年だぞ。何事も3年は続けた方がいいわよ。そんなに早く辞めたら次の会社だって雇ってくれないんじゃないか？と言われるばかりで転職に踏み出せなくなっている自分がいた。俺が情けないだけなのか。でもそういう同僚たちは俺とは境遇が違う。
みんなまだ独身ではいるが、仕事終わりはプライベートな時間がある。仕事が終われば友人と飲みに行ったり、自分の趣味に没頭する時間もある。みんな悪気があって言っているわけじゃないことは分かっていたが、そんな皆を見て羨ましいと感じていた。そんなある日、俺が研修時代にお世話になっていた先輩が同じ部署に移動してきた。名前は川本美玲先輩。美玲さんは俺より年上の25歳。俺が入社して1ヶ月間行われた新入社員研修の時にとても優しく仕事を教えてくれた。仕事に対してはとても真面目な印象だったが、休憩時間の時などは気さくに話しかけてきてくれた。ただ少し他の新入社員より俺だけ質問が多かった気がする。山口くんって地元はどこなの？親御さんはおいくつ？実家暮らし？ご家族は何人いるの？両親は亡くなってしまったので、今は妹と二人で暮らしてます。普通の会話もするが、時々プライベートな質問も混じっていることが多かった。少し変な気もしたが、それ以外はとてもいい人で親しみやすい先輩だったので、俺はこれからそんな先輩と一緒に働けることが純粋に嬉しかった。朝礼が終わると、ミレイさんが俺のところにやってきた。山口くん久しぶり。これからよろしくね。と、にこやかな笑顔で挨拶してくれた。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。ミレイさんの笑顔を見れたことで、ここ最近の疲れが改善された気がした。と思っていたのだが、その日もいつも通り仕事をしていたが、突然めまいがした。最初はいつものことだろうと思っていたが、今回は少し違った。ふらふらしながら近くの壁に寄りかかると、そこから目の前が真っ暗になった。そして俺は意識を失って倒れた。どれくらい時間が経っただろう。俺はまぶた越しに気配を感じ、ゆっくりと目を開けた。すると目の前に大きなあれがあった。一瞬わけがわからなかったが、どうやら女性が俺の顔の前に覆いかぶさるような体勢になっているようだった。え？思わず出た声に、俺の上にいる女性が気づいた。山口くん、気がついたの？そう言って俺の顔を覗き込んだのはミレイさんだった。ミレイさんの顔がとても近い。あ、はい。あれ？俺は。ミレイさん、何やってるんですか？あ、ごめんごめん。ちょっと物を取ろうとしてて。ミレイさんはそう言うと、俺が寝ていたベッドの横の椅子に座り直して、山口くん大丈夫？そう言って心配そうな表情で顔を近づけてきた。俺は思わずドキッとしてしまったが、はい、とりあえず大丈夫そうです。俺、どうしたんですかね。正直、倒れた時の記憶が曖昧だった。過度な疲労が原因で倒れたのよ。そんなに無茶してたの？ああ、そうなんですか。すみません。俺はまだ意識がはっきりしていないのか、ミレイさんの質問にはっきりと答えることができなかった。あ、ごめんね。今はゆっくり休まないとだね。なんか迷惑かけてしまってすみません。
疲れが出てしまったんですかね。休めば大丈夫ですよ。そう言って俺は無理やり笑顔を作った。ミレイさんは不安そうにしていたが、俺がそう言うと真剣な表情になって、また顔をぐっと近づけてきた。俺は目覚めた瞬間に見た光景のせいもあって、その距離に心臓が破裂しそうになった。何言ってるのよ、疲労で倒れるなんて大変なことなんだからね。君に何かあったらゆかりちゃんはどうするのよ。そう言ってミレイさんは俺の足元に視線をやった。視線の先には俺の足元で寝てしまっている妹がいた。目の周りが赤くなっている。泣いていたのか。君が目を覚ますちょっと前までずっと泣いていたのよ。よほど心配だったんでしょうね。それを聞いて俺は寝ている妹の顔を見て泣きそうになってしまった。ミレイさんはそんな俺たちをしばらく見守っていたが、少しして口を開いた。山口くん、ちょっと聞きたいことがあるんだけどいいかな。はい、何ですか。山口くんってさ、もしかして定食屋さんの息子さん。え、そうですけど、なんで知ってるんですか。両親が定食屋を営んでいたことはミレイさんに話したことはない。ああ、やっぱりそうだったんだ。え、どういうことですか。ゆかりちゃんのね、腕にある傷でわかったの。詳しいことはまた明日話すわ。今日はもう面会時間も終わりだし。時計を見ると20時を回ろうとしていた。後のことは全部私がしてあげるから心配しないで。それじゃあまた明日ね。ミレイさんはそう言って寝ているゆかりを起こし、病室を出て行ってしまった。どういうことだ。ゆかりは2歳くらいの頃に家の中で転んでしまい、柱の角にぶつかってしまった。その時数センチほど腕を切ってしまい、その跡が今でも残っている。それに気づいたって。ああ、俺はもう一つ気づいた。ミレイさんには俺に妹がいることは話したことはあるが、名前までは教えていなかった。なのに妹の名前も知っていた。俺はしばらくミレイさんの言っていたことが気になって頭の中で考えを巡らせていたが、気がつけばいつの間にか眠りに落ちていた。翌日ミレイさんは約束通りまたお見舞いに来てくれた。山口くん、おはよう。おはようございます。俺は寝たままだと失礼だと思い体を起こそうとしたが、こらこら、無理しなくていいから横になってなさい。それじゃあ昨日の話の続きをするわね。ミレイさんは俺の家が定食屋をやっていたこと、妹の名前を知っていたことを話し始めた。私が幼い頃に父が病気で亡くなってしまってね。母子家庭だったのよ。母が一生懸命育ててくれたんだけど、その母も私が中学生の時に病気で亡くなってしまったの。母まで亡くなってしまったショックで塞ぎ込み気味になってしまって、学校も行かなくなってしまったわ。ただ家にいるのも辛くて、用もなく外をふらついている時があったの。その時なんだ、山口くんのご両親に声をかけてもらったのは。私がとても暗い顔をして
ふらふらと歩いていたから気になったみたいで、君のご両親は私を店に招き入れてくれて、ご飯を食べさせてくれたの。その時お金も持っていなかったから、最初は断ったんだけど、お金はいいから食べなさいって言ってくれてね。その時ご馳走してもらったあの定食の味は今でも忘れないわ。ずっと落ち込んでて、まともに食事もとってなかったのもあるけど、あんなに温かくて優しい味の料理は今でも忘れないわ。それからね、あなたのご両親のお店に通うようになったの。じゃあその頃から俺のことも知っていたんですね。だから研修の時はあんなに家のこととか質問してきてたんだ。ちょっと違うかな。だって君はあまり店の手伝いとかはしてなかったでしょ。あ、はい。確かに俺は両親が健在の時は店の手伝いをすることはほとんどなかった。ちょっと見かけたことはあったから、研修の時にもしかしたらって思うことはあったけど、確信はなかったわ。でもね、ゆかりちゃんはね、小さい頃から会わせてもらってたの。だから腕に怪我しちゃった時のことも知ってたのよ。それで君が入院して、ゆかりちゃんがお見舞いに来た時に、腕の傷を見て確信したのよ。ああ、山口くんはやっぱり、あの家の息子さんだったんだって。そういうことか。だからミレイさんは、ゆかりの名前を知っていたんだ。お店に通い続けて、温かい料理を食べさせてもらっていくうちに、私も元気が出てきてね。また頑張ってみようって気持ちになって、高校進学や就職に踏み切れたのよ。だからあなたのご両親には今でも本当に感謝してる。本当は直接お礼を言いたかったけど、だからこの話を君にしておきたかったんだ。ミレイさんの話を聞き、いろいろと驚くことはあったが、うちの両親はこうして一人の人を救ったんだなぁと誇らしくも思い、そして少し寂しさも感じた。しばらくして学校が終わったゆかりが面会に来てくれた。お兄ちゃん、もう大丈夫？具合悪くない？ごめんな、心配かけて。もう無理しないからな。ゆかりにとってみれば、俺はたった一人の家族だ。心配をかけさせてしまったことを本当に申し訳なく思った。ゆかりちゃん、大丈夫よ。これからはお兄ちゃんが無理しないように、私がしっかり見張ってるからね。そう言ってミレイさんは、力こぶを見せるような仕草をした。ミレイさんがいるなら安心だね。これからもお兄ちゃんのことをよろしくお願いします。そう言ってゆかりはミレイさんに頭を下げた。いつの間にか二人の間には信頼関係ができているようだ。仲良くなってくれたことは嬉しいが、これから俺はミレイさんに見守られるとなると、嬉しいような恥ずかしいような複雑な気持ちになった。それからというもの、ミレイさんは仕事が終わった後は俺のところに見舞いに来てくれ、ゆかりが学校から帰ってくる前に俺の家に行き、ゆかりのために夕食を作ってくれるようになった。ミレイさん、ここまでしてもらって本当に感謝してるんですけど、大丈夫ですか？仕事で疲れているだろうし。大丈夫よ。仕事と家事の両立なんて今までしてきたし、人数が増えようが大して変わらないわ。とにかく君がもう無理をしないことが一番なのよ。
そう言われてしまうと、俺はそれ以上何も言えなくなってしまう。ミレイさんが俺たちの面倒を見てくれることで、俺は心身ともにだいぶ余裕が持てるようになった。元気になってきた頃、俺は少し悩んでいた。ミレイさんにどうお礼をすればいいだろう。いろいろ悩んだ結果、一つの考えが頭に浮かんだ。ミレイさんが好きだった定食屋を再開させたい。俺はそう決意した。ほんと君って子は、私に相談してくれればよかったのに。ミレイさんを驚かせたかったんですよ。俺は退院し、自宅療養をしていたが、体調も良くなったので、明日から出社する予定だ。ミレイさんとゆかりとご飯を食べながら雑談している時に、うちの定食屋の話になり、もう伝えてもいいかなと思い、俺がずっと考えていたことを話した。ミレイさんが救われたっていう、うちの両親がやっていた定食屋をまた開けば喜んでくれるかなって思いまして。俺がそう言うと、ミレイさんは少し照れたような表情をしていた。でもね、実はね、私ちょっと気づいていたのよね。え、そうなんですか？なんで？ミレイさんは人差し指を口の前にやって、それは内緒と言った。横でゆかりがニヤニヤしている。あ、こいつバラしたな。ゆかりにははっきりとではないが、そんなことを考えているということを話していたのだ。社長にもね、ちょっと話をしておいたわ。社長？どういうことですか？まあそれは明日のお楽しみに。そう言ってミレイさんは何か企んでいるような顔をした。翌日会社に行くとすぐに社長に呼び出された。失礼します。社長室に入るとそこには社長とミレイさんがいた。社長は俺と目が合うといきなり頭を下げてきた。山口くん、申し訳なかった。倒れるまで君に無理させてしまって。俺は突然の社長の謝罪に驚いてしまった。え？いや、そんな大丈夫ですから頭を上げてください。社長は頭を上げると予想もしなかったことを話し始めた。川本くんから話は聞いてるよ。実家のお店を再開させたいそうだね。え？はい。定食屋さんなんだってね。よければなんだが、君がその定食屋さんを開くのであれば、うちの商品を通じて応援させてもらいたいと思っているんだ。社長は俺が過労で倒れたことを知り、とても心配してくれたそうだ。そしてミレイさんから俺の様子を聞き、流れで定食屋の話になったらしい。そして俺がその定食屋を再開させようとしていることを知り、それならと思っての提案だということだ。本当ですか？もちろんだ。今まで苦労をかけた分、君自身の夢を叶えてほしい。そう言って社長は、会社が契約している農家や海外から仕入れる野菜などが載ったパンフレットを数枚見せてくれた。希望のものがあったら言ってくれ。私から話を通しておくよ。ありがとうございます。俺は深々と頭を下げた。それから3年後、俺は会社を辞め、今では
両親の定食屋を再開させ働いている。あの時の約束通り、勤めていた会社からは今でも食材を提供してもらっている。一度は諦めた夢もミレイさんや社長のおかげで叶えることができた。ミレイさんはあれからもずっと俺たちの面倒を見てくれていた。彼女は研修の時から、俺が倒れてしまった時も、その後もずっと俺のことを支えてくれた。優しくて献身的で、そしてとても頼りになる魅力的な女性だ。そんな彼女に俺は告白し、そして精一杯の気持ちでプロポーズをした。緊張しすぎてちゃんと気持ちを伝えられたかわからなかったが、彼女は、仕方ないわね。これからも君をずっと支え続けてあげるわ。そう言って指輪を受け取ってくれた。両親が大切にしていたこの店で、彼女と二人、幸せな日々が続くよう、今日も仕事に励んでいる。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。